今でちょっと格闘技から離れてたんだけど、ちょっとまた戻ってきたんで、ぜひこのブレイキングダウンで使ってほしいなと思って連れてきました。まあ、自分もお久しぶりです。まあ、ちょっと僕も、まあ、バカなことして捕まってしまったんで、まあ、今から3年間って決めて、ちょっとまた会の下で、まあ、ジャパントップチームに行って、ちょっと本気で格闘技で人生変えようと思ってます。はい、まあ、それで、まあ、会からオファーもらってたんで、まあ、それをきっかけにここにやってきました。マジでセンスすごいし、その試合も面白いんで。村田選手とあの小田選手ってスパーリングできますよ、今から。はい、できます。今やるっていうのは勝者がやったら面白いかな。体重60ぐらいでしたよね。うん、と思って。まあ、じゃあどうします？どうする？小田君どうした？今できます？いや、俺今できないです。怪我してます。じゃあ2人試合決定しましょう。いいですか？はい、じゃあお願いします。僕バンダム級で結構トップレベルに強いなと思ったんで、この間試合見てたんで。全然ちゃんと練習してください。小田君も